鳥羽一番街は、三重県鳥羽市鳥羽一丁目にある、観光商業施設である。略称は一番街。公式ホームページや公式フェイスブックには、鳥羽一番街との表記もなされている。鳥羽観光会館ビル株式会社が所有する。国道42号を挟んで JR、近鉄鳥羽駅と向かい合い、同駅とは連絡橋で結ばれている。キャッチコピーは、鳥羽の何かが必ず見つかる。 戸ば市の観光の玄関として、土産店や飲食店が多数入居している3階建てのビルである。観光客の利便性を図るとともに、近くの戸ば市営定期船を利用する戸場沖の離島住民向けに、遊ちょ銀行の現金自動預け払い機が置かれているが、2006年に当時の日本郵政公社が稼働数の少なさを理由に撤去を検討した。その後、地元住民の働きかけもあり、 ATM は守られた。2011年5月からは ATM 利用活性化策として ATM の利用明細を提示すると5%引きとするサービスを実施していたが現在は行っていない。現在の戸場一番街のある場所は1970年に完了した里浜の埋め立てによりできた土地であり当時の流行に乗ってボーリング場が開業した。しかし ボーリングブームが去り経営が悪化すると、巷で処分の噂が立ち、鳥羽駅前という重要な場所が三重県外の資本に流れることが懸念された。そこで地元では観光地鳥羽の玄関口にふさわしい観光ショッピングセンターと郷土資料館を併設した観光ガイドセンターを作る計画が持ち上がった。そこで1976年3月1日に岩崎町、 鳥羽市開発公社鳥羽パールビルが出資して、鳥羽観光会館ビル株式会社を発足させ、翌1977年3月18日に、ボーリング場を大幅に改造して、鳥羽一番街が誕生した。この時点では飲食店と物販施設からなり、計画にあった強度資料館の機能はなかった。2000年代以降、伊勢島バリアフリーツアーセンター事務局の開設、 祭りミュージアムや鳥羽三女神の代理受付所設置などが行われ、観光ガイドセンターを作るという当初の計画は現実のものとなった。2014年、鳥羽一番街の近くに鳥羽マルシェが開業し、一番街ではマルシェとの住み分けを検討すると同時に相乗効果に期待する動きが見られた。2017年に開業を40周年を迎え、目玉企画として、 最低一坪と一つの陳列棚から出店希望者に貸し出す、トバ一チャレンジマーケットを実施した。開業時より観光客の利便性に配慮して、1階と2階を土産などの物販店のフロア、3階を飲食店のフロアとしている。土地の所有者はトバ観光会館ビル株式会社であるが、運営は同社ではなく入居テナントで構成する。 戸ば一番街共同組合が行っている。その他の特色として、以下のようなものが挙げられる。伊勢島バリアフリーツアーセンターは、2002年に発足した伊勢島を訪れる高齢者や障害者向けに、観光施設等のバリアフリー情報を提供する特定非営利活動法人である。戸ば一番街1階にある、観光事業者へのバリアフリー化のための提言や、 もてなしの向上に向けた活動をも行う。鳥羽市内の祭りを人形やビデオなどで紹介するコーナー。鳥羽一番街3階にある。鳥羽市には女性の願いを叶えると言われている女神が見柱折り、鳥羽三女神と総称される。鳥羽一番街には三女神に願いを届ける代理受付書が各階に一箇所ずつ設けられている。各代理受付書は神社を模した作りになっており、 願い事を書いて投じるための願い箱が置かれている。投じられた願い事は、鳥羽一番街の職員が各神社へ代理参拝により届けられる。1階には、女性の願いなら何でも一つ叶える大札町の石上さん。2階には、縁結びにご利益のある安楽島町の医者派、神社。3階には、女性の病安座にご利益のある河内町の 彦滝大明神の受付所を設置している。鳥場一番街の周辺は、各種交通機関が集まるターミナルになっている。注釈出店ありがとうございます。